今日はちょっと自己紹介動画みたいなのをやろうかなって思ってて、そういう動画今まで撮ってきたことなかったんで、ちょっと今日はやります。まずは名前からなんですけど、チャンネル名にもある通り総一田中です。周りの人からなんて呼ばれてるかって言ったら、総一ってそのまま呼ぶ人もいれば、総ちゃんとか総くんとか、あとはまあ総一丁とか、まあごく稀にですけど、ペペっていう謎のあだ名もあるんで、まあ好きに呼んでいただいて大丈夫です。ただの田中だけはほんまにやめてください。田中呼びはちょっと NG で、それだけお願いします。 Coffee Break。 まあ大阪出身で岸和田っていうところで生まれ育ちました。現在も実家暮らし、まあ、年齢がですね、一応永遠の22歳って感じでやらせてもらってるんですけど、実際は1997年10月11日生まれの、まあ、現在25歳、26の代ってやつですね。フレンキー・デヨング選手とかマーカス・ラッシュフォード選手とためです。正直ためです。まあ、だから1個下がムバッペとかになるんかな。だからムバッペと、まあ、もし飯行くことになったら僕が払うことになると思います。はい。他の後輩にもねちょっとおごったりしてるんで、ムバッペだけねこう払ってもらうっていうことはちょっと無理かなっていう。ムバッペの方が稼いでますよ。ムバッペの方が稼いでますけど、まあ、飯行くってなったら僕が払うことになると思います。一応払うつもりではいます。はい。それでまあどうしてもこう動画で素みたいなのを出すことやっぱまた難しくて、まあ実際にどういう人間なのかっていう、どういう性格なのかっていうのを、まあ、言わせてもらうと、こうまあ自分的にはすごい真面目でまともな人間というか、まあそういう風に25年間生きてきたつもりではいます。でもこう人から言われる性格ってなったら、まあ大体の人にこう優しいとか、あとは面白いって言われます。はい、よく言われますね。優しいと面白いっていうことをよく言われる。だから裏を返せばこう特に当たり障りのない人間だって言われてるように感じてます。はい。まあ歴代の彼女とかにもこう、まあ、聞くじゃないですか。そう聞くじゃないですか。俺のどこが好きなんて聞くじゃないですか。まあ優しいとこかなってまあ言われて、大人数大人数の女性に言われてきましたね。はい。まあ基本的に人に優しくするようには心がけてるんですけど、まあそれを心がけることになったきっかけっていうのがあって、まあ高校生の頃に付き合ってた彼女に、お前って優しいところなくなったらこう何も残らへんような人間やなっていう風にこう言われまして、はい。だから自分に優しいところしかないから、やっぱそこを伸ばさなあかんなと思って人に優しくするようにはしてます。一応まあいい人に思われるようにやってます。今こう言った優しいとか面白いとかっていうのは人から言われてる、まあ、自分のいい部分の性格というか、そういうふうに見られ、よく見られてるところの性格で、ちょっと良くない感じで見られてる性格っていうのが、ひねくれてるとか、まあ、尖ってるっていうふうによく言われます。何がわかんねん。あ？でも僕はほんまにそんなつもりなくて、ひねくれてるつもりも、まあ、尖ってるつもりもないです。まあ、急なんですけど、まあ、座右の銘も、ちょっと紹介しとこうかなって思って、まあ、僕の座右の銘はですね、20年後、あなたはやったことよりもやらなかったことを悔やむことになるだろう。そうなる前に、安穏とした港から船を出せ。自分自身の帆で、
貿易風を受け止めよう。真に求めるものを探求し、叶うことを願い、見出せっていう言葉があるんですよ。はい。多分合ってます。めっちゃ長いんですけど、ちょっとこう、言うからには覚えなあかんと思って、今ちょっと覚えたんですけど、マーク・トウェインさんっていう方の言葉で、まあ、その言葉を胸に行動してるというか、まあ、実際にこう実行できてるかどうかは、ちょっと全然、まだまだ足りてない部分があるなっていうふうに自分で思ってるんですけど、この言葉に救われたりとか、この言葉に奮い立たされたりしながら、はい、生活しております。あとはもう趣味に関してなんですけど、趣味は映画館鑑賞ですね。映画館を鑑賞しに回るっていう趣味で、まあ、休みの日とかはほんまに東宝シネマズ4軒ぐらいはしごしたりとか、してます。嘘です。映画館で映画を鑑賞するのが趣味ですね。はい。まあ、もう一つの趣味が、こう、動画でやってるように、こう洋服、まあ、ファッションがすごい好きで、まあ、昔ほどこだわりもなくなりましたし、すごい奇抜な格好してるわけじゃないんですけど、まあ、変わらず洋服が好きで、まあ、それをこう動画にしたくて、YouTube 始めたのも、まあ実際あります。今はその流行ってるものとかのこう良さとかもまあ理解して取り入れたりはするようになったんですけど、昔はとにかくその流行る前に自分が身につけていたっていう事実が欲しくて、これ流行るんちゃうかなっていうものを見つけてはこう先に身につけとくんですよ。それでこう実際にやっぱりこう流行ってくるわけですよね。流行らないものもありますけどね。流行らなかったものもまあもちろんあるんですけど、こう周りで身につけてる人がいたりとか、そのファッションのメディアで取り上げられたりしてるのを見て優越感に浸るっていう。まあ俺がさっきつけてたけどなと、着てたけどなみたいな、このブランドはみたいな。それでまあ良くない時はもうそれ流行った瞬間ビリビリに破いて燃やして燃えていくところを動画とかに収めてこうインスタとかにこうアップしてました。まあ嘘なんですけどね、はい、ちょっと優越感に浸るところまでほんまなんですけど、そこまではしてないですね。動画の中とかで もうすぐ嘘つくんで、皆さんこう本気にしないでください。嘘ついてから嘘でしたっていうまでの時間が短いで有名なんで、僕はなんかすごい嘘言って、マジで全然嘘でしたっていう、もう早いってよく言われますね。YouTuber としてこうなんていうんですか、もうちょっと伸びてったら、まあ、質問コーナーとかもしたいんで、あんまりこう自分のことをペラペラね話したいんですけどね、ほんまはめっちゃ話したいですけど、なんか将来的にみんなさんからいただいた質問に答えたいみたいな願望もあるんで、まあ、今日はこの辺にします。まあ、最後にそもそもなんで上京がしたいのかっていうのを、そういう理由をこう1ミリも伝えてないので、ちょっとだけ話すと、まあ、現在あるお仕事をさせていただいてて、そのお仕事をね、まあ別に YouTube と絡めるつもりはないので、あんま話しなかったんですけど、まあそのお仕事を、まあ、東京を拠点でやりたいっていう。でもやっぱり大阪から東京行くのにね、まあ多少お金必要じゃないですか。その多少の金額さえも、この6年間で貯金ができなかったんですよね。まあ洋服を買ったりとか、遊びすぎたりとか。やっと覚えたんですよ。ちゃんと貯めるお金は、別の口座を用意したら貯められるんだよっていう風に何かで見て、あ、確かになと思って、でその貯まるまでの過程をこう YouTube にしようかなっていうので、まあ、上京したいボーイっていう名前でこうやってます。
まあほんまに、いろいろあったんですけども。なんで上京したいかどうかをね、全然明かしてなかったんで、まあ多少知っといてもらった方がこう、見やすいかな、と思って、まあちょっとだけ話させてもらいました。まあなんかこう自己紹介動画っていうのね、まあ普通はこう、1本目とかにね、あげるかもしれないんですけど、まあ、まだ100人ちょっとですけど、見てくれる人がいて、自分のことを知ってほしいなと思ったんで、ちょっとやってみました。需要があるかないか置いといて、まあ、この辺でやっといてよかったかなとは思ってます。まあなんか別に応援しちゃってもいいよっていう方がいたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメント、コメントが一番嬉しいからね。はい。コメント一番嬉しいんで、コメントをね、よろしくお願いします。何でもいいですよ。こういう動画が見たいですとか、髪の毛切れよとかでもね、いいですよ。とか、髪の毛長すぎるやろとか、あとお前メガネ、似合ってんなとか、あれじゃ、あれやんけとか、別に送ってください。はい。だから僕なんかやってんすよね、SNS。なんか SNS やってて、はい。鼻めっちゃかくわ。鼻めっちゃかいるわ。はい、SNS をやってて、結構みんなやってるやつで、ちょっとあんまわかんないですよね。そういうの疎くてわかんないんですけど、ここに出してきますね。はい。なんか欄あるんですよ。欄。こう動画に一つ欄あるんですけど、こうタイトルらへんパッと押しまって出てくるやつ。まあ、その欄にですね、なんかその SNS の、なんかアルファベット3文字のやつ、貼ってるんですよね。何やったっけな?あれ何やったっけ?ちょ、わかんないんです。アルファベット3文字もここに出しておきます。はい。その欄を開いてもらってですね、そのアルファベット3文字から、その SNS の方に飛んでいただいて、フォローをしていただけたら、嬉しいです。それ、全部してくれたら、歓喜。それだけ。じゃあ。